2019年12月2日、木村佳子の気になるネガです。今日はですね、軍事転用されると怖い超精密画像、有機 EL 関連韓国企業の独壇場で気になる銘柄は何ということでお送りいたします。さてですね、日曜日ビッグカメラとかヨドバシに行きますと、まあ、このようなですね LG 製の画像が見られますよね。世界初 8K 対応有機 EL テレビのデモンストレーションです。 8K ですからね、さすがに画像は綺麗ですよ。もうこのように夜景もバッチリですし、そしてですね、人々の歩く姿も服装も、そして作業されているような状況もみんな見れるんですよね。まあ、これ軍事転用されるとすごく恐ろしいですよね。 5G 時代には 8K あるいはもっと 9K、10K、 そんな映像が瞬時に行き渡ることになりますと、軍事的に転用されますと大変恐ろしいです。今のところ値段は3597,350円、大変な高値ですけども、さて買う人はいるんでしょうか。 4K となりますとですね、ちょっと手が出る値段で売ってますのでね、 4K でいいよという方もいると思います。 8K 放送まだねごくごく限られてますので、 4K でいいよという方も多いと思います。さて、有機 EL の特徴をおさらいしておきたいと思います。薄型化が可能になりまして、高コントラストも達成です。スマートフォンなどの小型端末向けの有機 EL ディスプレイはサムスンディスプレイの独壇場です。そして今見ていただきましたような大型パネルを製造できるのは韓国の LG のみです。なので大型有機 EL テレビ市場はこの LG が独占をしております。中国メーカーもあるんですけれども、今のところ韓国勢が圧倒的なシェアですよね。さて、LG エレクトロニクスの株価はいまいち。そして、サムスン電機も業績も低迷、株価もまあ、いまいちですよね。日本の場合はどうしてるかというと、もっと大変です。日本のジャパンディスプレイの関連会社が2017年にサンプル生産を開始し、2020年の量産を目指しております。ただし、株式会社ジャパンディスプレイ、最近不祥事ばかりですよね。東芝、日立製作所、ソニーの液晶ディスプレイ事業を統合した会社なんですけども、不祥事続きです。そもそもはこの会社、産業革新機構の主導で、ソニー、東芝、日立のディスプレイ部門が統合されて、期待されてスタートしたはずでした。ちなみに産業革新機構の理事たちはですね、最初のボードメンバーは、大変経済産業省に不信感を募らせまして一斉に辞任。そしてですね、現在の産業革新機構のボードメンバーの中には、私がこの人怪しいなと思っている人が何名か入っております。特にですね、その中のお一人は SBI、 そして竹中平蔵さん、まあ、ソフトバンクの孫さん、まあ、引いて言えば習近平さんにつながるラインの方もいらっしゃいます。何を企んでいるのでしょうかと、ね、ちょっと思惑が走るところなんですけれども、それにしてもジャパンディスプレイ、何が起こってるんでしょうか。早く大型 EL 有機 EL パネルを作らないと韓国勢に飲み込まれちゃいますよってことなんですけどね、ちょっと見ておきましょう。元幹部が死亡いたしました。5億7800万円をギャンブルに使ったということで解雇されたんですけども、本人はですね、いやいや当時の経営陣から言われて不正を行っていたんだということを告発しております。その直後死亡、自殺と言われてますけども、誰が考えても匂ってきますよね。いろいろありそうです。元幹部、2017年7月から昨年10月にかけて、5億7800万円を着服したと言われるんですけども、その他に当時の経営陣から不正会計をさせられていたと告白しております。大塚さん初代 CEO、本間さん、そして有賀さん、月崎さん、どの方に指示されたんでしょうね。文春法、慎重に頑張っていただきたいと思います。さて、韓国 EL に有機 EL 材料を提供している日本の会社があります。出光興産です。前にも取り上げましたけど、昨今ですね、不動産リートの分配金が利回り減ってるとお嘆きの皆様にとりましては、各種 PR、PBR 低めですし、配当利回りも 5%、5.35% に回っております。ぜひですね、有機 EL になくてはならない有機材を提供している
5019、出光興産、引き続き注目してまいりたいと思います。